こんにちは、藤原です。今回は、YouTube で一番アクセスが集めやすく、さらにアフィリエイトでも一番成約率の高い、ゲームアプリをアフィリエイトしてお金を稼ぐコツを講義させていただきます。では、いつものように元気にスタート。アフィリエイトでお金が稼げない方はもちろんですが、成果を出している方でも、一番陥りやすい失敗がアフィリエイト案件の選別です。アフィリエイトの成果報酬額が高ければ、もちろん効率よく報酬を得ることはできますが、ブログやメルマガで何度情報配信しても全く成果が上がらない、ということはよくあることです。YouTube からリストを収集し、メルマガアフィリエイトで稼ぐビジネスモデルが、今一番稼ぎやすいですが、この案件選びをお間違いになりますと、いつまで経っても1万円すら稼げないという悲惨な状況になります。さて、今回ご紹介しているゲームアプリ、モンストこと、モンスターストライク、パズドラこと、パズル&ドラゴン、は、アプリ業界のみならず、社会現象になっているほどの人気がありますので、あなたのブログやメールマガジンで対象ゲームをご紹介すれば成果を得ることは簡単です。さらに、ゲームジャンルで動画を投稿しましたら動画再生数はもちろんですが、リストも月間宣言単位で簡単に収集できます。では、このような人気ゲームの場合のアフィリエイト報酬は、と言いますと、ゲームアプリは成果が上がりやすい反面、200円から500円程度と安価です。その代わりと言っては何ですけど、メアドも登録しないで、利用することができますので、成約率が高いのが特徴です。アフィリエイトを行う場合、あなたが紹介するゲームアプリに、自己満でも良いので、誰よりも遊んでいるもしくは詳しくないといけません。単純に人気があるからといって、垂れ流しに情報を配信しているだけの動画を投稿しただけでは、アフィリエイトで成果を出すことはできません。ゲームジャンルは独自の稼ぎ方がありますので、あなたがゲームが大好きな場合は、このジャンルを極めるのが一番稼ぎやすいです。ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。動画詳細箇所記載の YouTube 恋愛マーケティング養成講座では、YouTube を活用して恋愛アフィリエイトで稼ぐ基礎講座を無料で配信しています。ぜひ、お名前、メールアドレスを登録してセミナーメールを受信ください。この動画チャンネルの最新情報は、チャンネル登録してチェックしてくださいね。講師は、株式会社天空の藤原でした。次回の講座でまたお会いしましょう。